本ソフトに収録されている会談は、実話に基づいて構成されております。本ソフトをプレイすることにより、霊現象など不可解な体験をなさっても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。系統の花 中学生の M さんは、段下のお寺の修辞教室に通っていた。ある夏休み、そのお寺で修辞を習っていて、何気なくふと開け放たれた障子の向こうを見た。目に入ったのは、海に向かって延々と続く丘陵と、そこに広がっている墓地であった。 その中にひときわ目立つ大きな石碑が見える。M さんの代々のお墓がある場所だ。ところがその石碑のすぐそばに長い赤い棒が立っていて、そのてっぺんに花が咲いている。ちょっと奇妙なものがあるなとよく見ると、それは一本の系統の花だった。 系統って一本だけで咲くものだったっけと、エムさんはその時思った。その三日後、エムさんのお父さんが急死した。もともと酒癖が悪く、それが原因であったという。お葬式が終わって納骨するために、 代々の墓に来た。系統の花がない。それは抜き取られたものでもない。敷地には白い玉砂利がきれいに引かれているので、抜いたのならその跡が残っているはずである。あの時見た系統は何かの見間違いだったのかな。 M さんは首をかしげたそれから数日後またお寺で習字を習っている時ふと墓地を見たぞっと全身に鳥肌が立ったあの時と全く同じ場所に一本の赤い長い系統の花が咲いていたのだ。 さすがにこの時はお母さんに、ねえ、うち近々誰か死ぬかもしれないよ、と言った。その時に、数日前に見た系統の花のことも話したが、まるで相手にされなかった。三日後、おじに当たる人が亡くなった。 お母さん、やっぱりそうだったじゃない。とエムさんが言うと、お母さんも気味悪がって、納骨の前日に二人で墓地へ行ってみたのである。今度は咲いていった。白い玉砂利からピッと伸びた、七十センチくらいはある一本の赤い系統。 ほらお母さんあったでしょと思わず M さんは叫んだお母さんも気持ち悪がってそれをすぐに抜いて捨てたというその後もう一度 M さんは墓地に咲く赤い系統の花を見たという。 この時はさすがに怖くて、誰にもそのことは言わなかったが、やはり数日後に、親戚の者が死んだのである。